今回ご紹介するのは、オメガの自動巻き時計、シーマスター REF2850SC です。1950年代に製造された、同社を代表するオールラウンドコレクション。様々なデザイン、仕様で展開される人気シリーズです。本品は、大変希少なメルボルンオリンピック限定モデルです。18K ピンクゴールドケースに、500K キャリバーの布石ムーブ CAL471 を搭載。16回目のオリンピックを表す XVI のロゴとメルボルンオリンピックマークがデザインされたコレクターズアイテムです。文字盤はセクター調のツートンダイヤル。超立体ダイヤモンド型インデックスとエッジの効いたドルフィンハンドの組み合わせ。6時1にローマンナンバー XVI がアップライト。エイジングが加わり、ヴィンテージの最高の雰囲気を醸し出す素晴らしい風貌デザインです。18KPG ケースはスクリューバック、ファンシーラグの美しいラウンドフォルム。裏蓋にはオリンピッククロスエンブレムが彫金されています。バンドは社外製の上質なレザーにオメガビジョンを装着しています。腕元をスタイリッシュに飾る大人のタイムピース。気品と風格が漂い、所有する誇りと喜びを感じる特別な一品です。コンディション。文字盤、ダイヤル。焼け、シミ、スポットなどの経年変化が認められます。文字、メモリのかすれ消えはありません。針、インデックスはやや劣化しています。ケース、裏蓋。シレ、小傷が認められます。裏蓋は、開け傷が見られます。刻印は鮮明です。凹みなどもありません。ケースサイド、ラグ裏にはホールマークも確認できます。風貌、中央にオメガ透かし。軽いスレ、小傷が認められます。日常視認性は十分に確保されています。ベルト、社外製です。使用感がありますが、すぐに装着可能です。尾上にはオメガマークが確認できます。素材はメッキです。操作方法。リューズでゼンマイを巻き上げます。引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。付属品。時計店修理明細2023年 OH 実施です。日差は24時間の実測で30秒以内に収まっています。実装時は多少の姿勢差はあるかと思います。ラグ幅は18ミリ。ケース径は約34ミリ、リューズ含まず、縦、ラグからラグまで約41ミリ、厚さ、風防を含む約11ミリです。時計の外観コンディションや精度など詳細は、概要欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたら、チャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。